古川祭り。古川祭りは、毎年4月19日、20日に、岐阜県日田市古川町、旧吉木郡古川町で開催されるけた、若宮神社の例祭。新予行列と、祭りの開始を告げるために打ちならしたと言われる、おこし大こと、絢爛豪華な旧大の、屋台巡行からなる。国の重要無形民族文化財に、指定並びに、ユネスコの無形文化遺産に登録されている。 その期限は定かではないが、文献に最初に登場するのは屋台が1776年、安永5年、おこし太鼓が1831年、天保2年である。古川祭りは古くは、旧暦の8月6日、太陽暦の9月上、中旬頃に開催されていたが、1886年8月に、薬病が流行し、例祭ができなくなったことから11月に変更された。 また1887年、明治20年により、春、祭りへと変更し4月16日、17日としたが、1889年、明治22年により、現在の日程となった。1980年、昭和55年1月28日に、古川祭りの起こし太鼓、屋台行事として、国の重要無形民族文化財に指定された。 また、日本三大裸祭りの一つに数えられる。2016年、平成28年10月には、18府県33県の山、保屋台行事の中の一件として、ユネスコの無形文解散に登録勧告され、同年12月1日に登録された。新興行列の獅子、宮本と屋台の獅子、神楽の2種類がおり、新興行列、 および屋台巡行それぞれの梅雨払いとして、各家々で獅子舞を前角付けしてゆく。文献の上では、1831年、天保2年に初めて登場する。通常礼祭が行われる際には、祭りの開始を告げるために、うじこちないを太鼓を鳴らして回る風習は各地に見られるが、朝太鼓、目覚まし太鼓、一番涼み、 この太鼓行事そのものが独立した行事となったことが特徴的である。4月20日の本落祭の開始を告げるために19日の深夜から太鼓を鳴らしてうじこちないをめぐったことが始まりである。太鼓を乗せた矢倉を起こした太鼓主事と呼ばれる当番組が担ぐ。その太鼓の上の両側に男がまたがり、その両側より交互に太鼓を鳴らす。 この太鼓をめがけて各大組の付け太鼓、現在は12本存在すると呼ばれる小さな太鼓が突入する。この付け太鼓は幕末頃より加わったものと言われ、元来この地域の人々は古川やんちゃと入れる激しい気象が有名であり、これによって起こした太鼓も非常に荒々しいものとなった。そのため幾度となく付け太鼓禁止が出されたが、1901年、 明治三十四年に解禁になり、現在に至る。古川の屋台は1782年、天明2年当地に来遊した、大海の廃人、林高村の記した、日田部屋けの一節で、九代の屋台は栄光した様子を知ることができ、当時、すでに屋台文化が花開いていたものと推測されるが、格や体組に残る記録、伝承からは、その検証は難しい。 屋台の形式や記録より、近隣の鉱山祭の屋台の影響を受けたことは、間違いなく、鉱山の中古屋台を譲り受けた記録も見られる。江戸時代には、中段から舞台を出して、子供の歌舞伎、踊り、または、からくり人形を操るなど、全屋台に出し物があった。現在は、百古代の子供歌舞伎、清流代、麒麟代のからくり人形が残る。現存する屋台9は、 古川祭屋台として1970年、昭和45年8月11日、岐阜県重要有形民族文化財に指定されている。1840年、天保11年にの街中組より屋台を譲り受けたのが始まりである。これを降格台と名付け、その後須坂台と改名したが、間もなく廃台とした。1883年、 明治六年鉱山一本杉白山神社より、神楽台を譲り受け神楽台組を創設、神楽林、獅子舞と共に放出するようになる。1889年、明治二十二年屋台の破損花だしく、鉱山の交渉、村山枝は、古川の住人、西野彦次郎、道堀市、八谷治八等の手により改修する。1925年、大正十四年より、 解体修理し、現在に至る。この屋台は、大きな御所者二輪と後部に、内輪との三輪である。上段中央に枠を立て金色を代行する。枠上に庭輪の大砲を後面中段より、上段にかけて紙木二本を立てる。絵ぼし、ひたたれ姿の御人衆が、かぐら林を創し、獅子舞を行うのは、この屋台だけである。4月19日の午前に、 ケタ若宮神社よりご分霊を賜る。また、屋台所持を担当せず、屋台へ揃え時には常に戦闘を行く。創建年代負傷、1 7 5四年、宝暦三年八月の説ありであるが、1 8 9四年、明治二十七年以後になると老朽化から、栄光中止し、1九0 4年、明治三十七年八月の古川大化の時、大部分を消失した。 現存するのは、少女肥大幕と、女三番層踊りのからくり人形だけである。人形の制作年代、作者とも不明であるが、十三本の綱を五人で操作する、この人形踊りの複雑巧妙なことは、当一番である。現在は、屋台の所有がないため、例祭においては、大名器、屋台の名称を記した旗の見栄光に参加する。また東大組は、 神楽台に続き2番目に A 揃えられることになっており、屋台主事は行い。初代の屋台は、文化年間1804年から1817年にあったと伝えられているが、1891年、明治24年に廃台し、現在のものは1917年、大正6年に竣工したものである。この屋台は、やや小ぶりであるが、金具や飾りがきらびやかであり、 その名の通り屋根には大鳳を飾る。見送りは、長谷川玉順の鳳凰の絵上部を二匹の自長飛流が加えている。一番初めの屋台は、文久年間、1861年から1863年に作られたが、1865年、慶応元年2月25日の大火により消失した。1881年、明治十四年に再び作られたが、 1924年、大正13年の祭りを最後に廃棄した。現在の屋台は3代目にあたるが、設計製作は、名工、上谷被告郎が担当し、1933年、昭和8年に完成したものである。1978年、昭和53年より古い屋台にあった、からくり人形を復活させた。見送りは、前田清村の、風神大臣の図。 替え見送りは、多摩社、春明の、日本穂高統制図である。創建年代は不明であるが、古くは、竜門代と称し、後参考代と改めた。参考とは、日、月、正の意味である。現在の屋台の設計は、当庁の加藤道八が設計し、日田の名工石田春、つきによって、1862年、文久二年に完成したものである。その後 たびたびの改修により、成功華麗なものとなった。見送りは、河野梅礼の、祖三、男命八古大社退治の図がある。創建は、安永年間、1772年から1780年、上京年間、1684年から1687年の説ありで、1840年、天保11年に向かい町組に譲る。 現在のものは1841年、天保12年6月に竣工したもので、1902年、明治35年と1926年、大正15年に修理した。見送りは、総流図といい古代つづれ織で雲に、総流の織出し、下方は波に、虎で本金を織り込んでいる。天保年間、1830年から1843年に購入したもので、 カラトヒンという。四方ベリは、テレフチンという記事。裏は、インドザラサでできている。替え見送りは、塩瀬記事で、鈴木松年の、亀、上浦島の図である。初代の屋台は、安政年間、1854年から1859年に作られたものである。現在の屋台は、1884年、明治17年に着手したもので、 1886年、明治19年に竣工したもので古川祭りの屋台で一番大きな屋台ある。上段天井には竜が描かれ、見送りの雲竜の図と共に京都の柿内雲林の作品である。体をくねらせ、両側から見送りを抱えるようにした上り竜、り竜の彫刻は名作である。1818 18年、 文政元年の創建で三の町全体の所有で、千ン大と称していたが、抽選により下組と分離して、三の町上祖の所有となり、大名も清潮大,大と改めた。1893年、明治26年祭礼当日栄光中に転倒し、大破した。現在の屋台は1933年、昭和8年から8年間をかけて、大工東領、植谷彦郎によって、 新築をし、1941年、昭和16年4月に竣工した。清陽の名にふさわしく清楚な姿を特徴としている。見送りは、元公爵、この江踏みの発行一中である。替え見送りは、今おけ、章の海浜追松の図である。以前は山の町全体でセンス台を所有していたが、 三の町上外の抽選で1 0 0世代を失ったことから1842年、天保13年5月に完成した。これは古い形式を維持したもので値段が高く、彫刻や金具や送信具が少ないものであった。屋台の老朽化に伴い1943年、昭和18年に栄光を中止した。1981年、昭和56年から1984年、 昭和59年に大改修を行い現在に至る。当時の古い形式を現在に留める。また、見送りを持たず、創建当時に演じられていたという子供歌舞伎を復活させ、橋弁を演じる。下段の正常飛膜は、南蛮トライのものであり、外に類を見ない貴重なものである。また屋根に、地儀ではなく、護兵をつけているもの非常に特徴的な屋台である。上段に、 源義経の武者人形を乗せる。大門は源義経を尊崇していたことから、源氏の家門である笹林堂である。初代の屋台は創設年代は不明であるが、1817年、文化14年以前に存在した記録が残る。その後、鉱山の三王宇治湖の高格台を、天保年間、1830年から1843年に譲り受け、 1859年、安政6年に、元能台と改め、1861年、文久元年に集築して、清流台と名付けた。1926年、昭和元年、1940年、昭和15年に大改築して、現在に至る。金森荷重が、増島城を築き、そのお膝元、殿町の名もこれに由来するであったことから、 大門は金森氏の家門であった梅鉢門を掲げる。この屋台の車輪は外御所者であることが特徴である。ちなみに高山春祭りにおける清流台も鉱山城のお膝元であった清流台が同様に梅鉢門を掲げる。からくり人形は福禄寿と同時の人形を操っている。見送りは道元印象の昇天竜である。 古川町一の町にあるダッシュ会館。おこし太鼓や祭り屋台9台のうち3台が交代で常設展示されている。また屋台に乗るから栗人形の実演。大型スクリーンでの立体映像により祭りのバーチャル体験などができる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。